です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。嬉しい報告がありまして、実はですね、今このエプロンしてるんですけれど、もう一つ違うエプロンがありまして、それはですね、これなんです。エプロン男子って言って、調律師の連弾ユニット今年の2月に正式に組みまして、で今相方がちょうど外回り行ってるんで、僕一人なんですけれど、この記事もですね、岡山ということで、小島のジーンズですねが有名なんで、小島デニムを使用したすごい柔らかい素材で、動きやすくて、動かないですけどね、そんなに。ということで、この連弾ユニットを組んで、せっかくやるんだったらなんかちょっと難しい曲をやりたいなということで、いろいろねインターネットで探してたんですけれど、曲を。でそこで見つかったのがこちらですね、究極の連弾楽譜の通信販売、サウンド24って言って、ちょっと横向きしようかな。ここで連弾楽譜を探してて、すごくなんかアレンジがなんていうかな、豪華で、この中でいいなと思ったのが、サンプルがちゃんとあるんですよね、どういう曲かっていう。でそういうのをこう聞きながら選ぶと、ランキング選曲順だったりとか、こんな感じで有名なところだったり、難易度で選んだり、星印のね数ですね。であとはその演奏時間とかも、短い時間からこういうふうにね細かく、からすごく探しやすくて、例えば何分以内でっていう時のその時間配分でこういった感じで見れるっていうのがすごくよくて、でその中で今回2曲かな、2曲だけやったんですけれど、その中のどこだ、あったこれだ、輝く未来、このディズニーのね、塔の上のラプンツェルの曲なんですけど、これをちょっとこのピアノダンシーズで、このエプロンダンシーズでお披露目して、せっかくだからここにこれですね、演奏動画のご紹介コーナーってのがあって、これほら第1回からちょっとクリックしてみます。こんな感じで。紹介ですね。でこれね、動画とかこういった紹介だったり、これが第1回から、何もあるんだ、第16回まで。でここに投稿したところ、採用が決まってですね、6月の半ばぐらいにここに乗ることになりましたので、嬉しいな。よかったら見てみてください。でその動画をちょっと、もう6月なんですぐなんで、もう乗るんで、ちょっとあらかじめどんな感じかっていうのを見せたいと思います。これをよかったらそちらに乗ってみてください。いきます。Thank you.
ということで、まあ、6月の半ばにこちらのサウンド24に乗りますんで、よかったら見てみてください。でもしね、連弾楽譜を探してる方がいて、そのなんか豪華なあの楽譜が欲しいという方は、ぜひこのサウンド24一度見てみてください。すごくあのね、見やすくて、まだね、そんなに数がめちゃくちゃあるわけではないんです。というのが、あのすごくやっぱアレンジが、あの作るのがね、多分大変なのかなと思うんですけどね。であえてその上質な紙を使って、まあ、お届けすると、そういった感じで、なんかこう数やるっていうより、まあ、なんか質を重視したようなところと、そんな風に感じますね。はい、ということで、今回はあのエプロンナンシーズですね、調律師の連弾ユニットなんですけどが、サウンド24に6月の半ばに乗りますので、よかったら見てみてください。